えー、今日 X を見てましたらですね、えー、ちょっと、えっていう事件が載ってたんで、事件なのかなか分かんないんですけど、事故なんだろうな、これ多分な、えー。やってみます。えー、渋谷から乗車した半日後で小田原で発見された件について、今回はじゃあやっていきます何のことかっていうとですね、今日、朝日新聞に載ってたんですが、 えー、要するにあの渋谷から電車に乗って朝で渋谷から電車に乗ったんですよでこの方が途中で亡くなったと思われますでそのまんま亡くなってないるままずっとその宇都宮と小田原を2往復ぐらいして小田原10夜の7時半ぐらいにこの電車車庫に入るんで。 あの改装しますって言って車内清掃を始めてそしたら寝てても起ききいな人がいるから「そこに終点ですよ」って言ったらあの亡くなってたっていうのが発見されて大騒ぎになったっていう事件があったこれが5月11日の話でございますでこれがなんでこれが発見されなかったのかについていろいろ言われておりましたので私の方からちょっと。 解説をしようかなと思っておりますが、えー、一応当日の男性の足取りを、まあ、こ追ってみたいと思います。まずですね、5月11日土曜日でございました。渋谷駅8時2分発の湘南新宿ラインに乗った男性ですね。50代ぐらいじゃねえかと思うね。奥さん49歳って書いてたから。で、あの、まあ、わかんないよ。40代か50代どっちかです。で、で19時35分に、 小田原で遺体で見つかったってでこの間どうしてたかっていうとですね8時2分渋谷を出発しまして8時9分新宿8時16分池袋8時25分赤羽を通過しまして8時41分に大宮を通過しまして大宮を出発9時33分小山を出発して宇都宮で10時,10時ちょうどに到着しますこの時点でこの方は亡くなっています。 なくなっていると思われます。で、宇都宮から6分ほど宇都宮止まった後、宇都宮折り返して出発して、上野東京ラインとなりまして、えー、大宮、上野東京、新橋、品川と通って、横浜とか通って、12時57分に平塚に到着します。で、平塚行きなんで、平塚で、えー、折り返しします。で、この間ですね、約8分。 平塚駅停車しましままてお客が入れ替わります、えー、で,平塚駅で客が降りてで平塚からまた客が乗ってきますとでそれでこれが宇都宮駅になりますから上野東京で宇都宮駅になりますからまた同じ元来ても一応戻るわけですバーってで平塚を出発して大船横浜、えー、川崎新橋東京上野赤羽大宮 えー、ここが大山自治大前で宇都宮とつくわけです。で、これ宇都宮が16時6分、宇都宮に到着です。で、これあと8分後に、お客、ま宇都宮でお客が降りまして、で、宇都宮で降り返し、今度は小田原行きになりますよっていうことなんで、宇都宮でお客さんが降りて、またお客さんが乗ってくるという、これが8分間の間で行われまして、で、降り返します。で、また宇都宮から上野東京ラインで、 え大宮の上の東京とか通過して19時35分に小田原に到着しましたと。でこの間このから小田原この電車はもう車庫に入りますからもう夜1日終わったんで車庫に入りますからって言ってえお客さんお客さんってやったら亡くなってたっていうのが19時40分頃だろうと車内点検で発見されたということでございます。 で14号車の窓を背にした2人,に2人掛けの席に座ってたっていうんで、恐らくこんな想像図からするとこんな感じだったのではないか、こ,こ,こっちに座ってたらこっちに座ってたら分かんないですよ。私本能的に、私だったら本能的にこっちに座りますからと思う、多分のわかんないな、こっちに座後込でたらこっ,ちこっちに座ってたから、まあんまり。大体こんな感じで座ってたんだろうと思われます。<laughs> 想像図ですね。で、えー、死因は病死であったとで。行き先は小小山であったと。 山の友達んちに行くって、えー、で家を出発して渋谷から電車に乗ってますから小山には小山の方に向かってたと。で8時36分でまあ奥さんが当時体調悪くてもう玄関まで見,見送り行けなかったんででその後と LINE とかやり取りしてたんだけど途中まだ LINE をやり取りしてたらしいのよ、ね、でところが8時36分頃から既読がするようになりまして。 だからおそらく死亡推定時刻がこの辺じゃないかって言われてます。だからまあこの辺からまあ8時36分、もしくは8時3分ぐらいの間にはもう亡くなってたのではないかなと。要するに乗車して30分後ぐらいにはもう息を引き取ったのではないかなと思っています。だから赤羽から大宮を走行する間にこの方はひっそりと息を引き取ったんですけど誰も気がつかなかったということでで、もう一つなんですけど。 あの電車ってブレーキかかるじゃんいグーって。で電車だから寝てた経験があるような質なら分かりますけど電車ってでもねブレーキかかるとあでもねもうこうはならないよねでもねでもあの寝てる間ってあのほら抜けるじゃん気が抜けるじゃんってスコーンってねガーンって寝てるから力入らないようにもうこっちかにもたれかかってるわけだから。 あれ、ブレーキ、バーンと、よっぽど急ブレーキでもかけないかけど、こうはならないよなっていう。うん、だから、こっちにもたれかかってでもうこういう状態だと、そのこっち側にもたれかかってる、こっちに,こっちにもたれかかってるっていうか、こっちに重心がいってるから、よっぽど、普通のブレーキ程度ではこっちにボタンって倒れたりはしなかった。だから発見、もうそれはなおさら発見されなかったのではないかということで、私のこれは予想でございます。 でもう一つがですね、まあ、人間亡くなると死後硬直ってのが始まってきますからで、死後硬直ってのを調べますら、大体ね、菌の硬直が1時間後ぐらいから始まるそうです。つまり、硬くなるんです。人間の体って死後硬直ってガッチガチになっちゃうんで、それまでの間にエンゼルケアって言ってあの、脳幹学の方がガッガッとやらなきゃならないんだけど、これ1時間ぐらいで硬くなっちゃうから。で えっとね、だからそれ,それでですね、体表面の乾燥が3時間後から始まる、もうちカサカサになってくるわけですね。でもカサカサになってくるんで、で体内の腐敗,腐敗が始まるのが6時間後ぐらいから、でその辺からなんかあの一周化し始めるんですけど、まあいい、すみませんね、こういう話するとね。で、なんで,でもそれでも気づかなかったのか っていうことなんだけどやっぱりこの男性が下を向いてたから気が付かなかったんだけこういう状態で寝てたんだろうこういう状態でいたから分からなかっただからか顔を見りゃ死んだこの人顔,る顔色悪いなって分かるじゃん亡くの死んだその体の顔ってやっぱり真っ白いなでなんかでその後なんかね茶色くなってくるんだよねあれあのー う血が始まるんだよかから変ってでだから茶色くなってくるからな,なる可能なるかか時もあるんですけどそれにするといっぱい顔のやっぱり人間なくなってるかどうかって顔見たら分からないけどもだから唇が青紫とかまぶたがもうなんか青くなってるとかってなんかいやこの人なんかおかしいっていあるじゃないなくなってる人ってやっぱりなくなってるその なんかあやっぱり白くなってるから普通のよ人よりは白いし動かないしってこれはなんかまずいんじゃないなるんだけどやっぱりこれ寝てたからこう頭をこうして寝てたから誰も気が付かなかったんだろうなっていう感じだと思います。だから うん、でなおさらさすね、5月11日ね最高気温は25度なんですよ。で8時の段階で20.4度11時で24.1度20 14時の段階で25.1度だったから電車の中冷房入ってた可能性があるんだよ。その5月11日ってボーって冷房。要するに、えー、冷房がかかってた可能性があるからなおさらわからなかったのではないかなとうん。ま若、あ、微妙に冷やされてた状態だから。 とあ,しあと、まあ、上の東京ライン、そんな長々乗る人ってあんまりいないのよね、あんまり。実は。でも平均乗車時間ってそんな長い、長いと乗ってる、乗るってないんで、まあ、東京近郊にあっては。で、結構入れ替わるのよね、電車って、乗客が。やっぱりこの,この間でもこういうとこ走ってますから、ね、やっぱり。うん。大きなための駅で、かなり乗客でかなり入れ替わるんで、 あとまあ誰も気にしないっていう気にしないって言う冷たい言い方だけどでまさかだからで電車の中で死んでる人がいるって気がつかないと思わないじゃん普通私だと思いませんよだって多分私だってこれ以上何もこの人死んでたとしても私何,何気で「ラッキー開いてる!」って言こ座ってるやつだと思って「ラッキー開いてるわ!」って言ってこの人亡くなってんのにもかかわらずここにスポーンと座ってもうスマホいじってますから <laughs> まあ誰知ってたと思います気がつかないです まさかと思いもん、人間まさかってものに勝手には本当に気がつかないんですよ、ま。まさかってものに関しては。うん。だから、あのー、誰も気がつかなかったんじゃないんですかっていうことでございます。だから、うーん。だって、だって全部いないもんね。だって、前回のる人っていないじゃん、だこれ、だって。 渋谷からだって当時これね渋谷から宇都宮まで終点まで乗ってた人ってここの14号線何人いたかって言ったらそんなにいないと思うよだってで宇都宮で降りない降りないでそのまま寝ててってそれも気がつかないと思うんだよでまあ確かに宇都宮で一回乗客入れ替わりますけど入れ替わる気にしないもん。 あ寝てる人だなと思って、起きじゃそう起きるんじゃないみたいな感じで、うんあ寝,寝て、ここの真ん中、真,真っ正面で座ってた人がいて、もこの人はうつのがついても起きないから、でも起きなかったとしても、わざとすみません、起きません、あ終点ですよ、起こす人はいないと思うんで、いなかった、そこまでおせっかいな人いないから。 みんなバーって行っちゃうでかく出て行っちゃうどうせ起きるでしょこの人だって。でものででまあ宇都宮から、えー、次平塚までの電車だからあの大山とか自治体とかに用がある人は乗ってくると思いますけどその時でもやっぱりああもうつばって寝てる人がいるんだっていう認識だと思いますよ多分これ。うん、ああ乗ってきたんだけどもうすでに寝てる人がいるからああって。 あもう寝てる人いるんだと思ってもう誰も気にしないと思いますよだって別に <laughs> うんだからあのー、これは誰も責められないだろうなと思いますしうーん JR 責めてもしょうがないと思いますこれはだからだって乗り返し時間短いもんやっぱこれ6分乗り返しだからか車内確認とかする必要がない暇がないのよもうだって車掌さんとかも入れ替わっちゃうから 運転手さんも多分ここで折り返しの折り返し運用だとすると運転手さんの1号車てっぺんから15号車まで移動しなきゃなんないからあれねで,で運転台で据えつけてあのバックで要するに今まで進行方向で逆方向で設定しなきゃなんないから。 えだし社長さんはここでおり入れ替わるのか分かんないんだけど社長さんはでも、えー、一応事故報告やって異常なしでしたって,って異常なしでしたっていのは多分機器が異常なしで電車が異常なしでしたって異常なしだからあれは確認して,入て,て「はい」って言ってでお客さんでそのドアバーンと開けっぱなしだからお客さんは勝手に入れ替わるしそれ誰も気がつかないっしょって思うんようん だって酔っ払いだって気がつかないんだから、だって寝て、ずっと寝ててもずっといい往復してる人でいる。だって山手線の中で寝てて3周したとかいるんだよ、だって <laughs>。悪いけど。山手線疲れて寝てて3周したって、三周して起きたって人いるんだよ、だって。ちょっと誰も気がつかないんだって、山手線だって。ぐるぐる回ってるのにも関わらず。誰も起きないっていうそういうもんだし、 うーん結構聞くもんねあのー「終点まで」って戻ってきたっていう人だから寝,寝ちゃって疲れて寝ちゃって駅降りる駅乗り過ごしちゃって終点までって戻ってきたなんて結構ありますよ,、ね、<laughs> ありますよ多分それはな結構あります私も一回東京メトロ乗って24時間券で乗ってて南北線かなんかで寝て乗った時にもう寝,もう寝てない前の日寝てないから眠くて。 座席袖だから寝てて四谷で降りる予定だったんだけどはーって寝てて目黒まで行って戻ってきたことありますか目、ね、黒 <laughs> まで行って戻ってきてであれーみたいなで,でう起きて麻布地盤かどっか,なんかで目覚めて「やべ麻布地盤まで来ちゃった」って「降りなきゃ」って言ったらさあのー、折り返してるんだね <laughs> 折り返してだからだったことがあったけど、ね、そもそもね南北線だったかな なん,かだななんかあったってうんなんかどっかで折り返してきたのありますよね有楽町線だったかわかんないですけど豊洲豊洲で降りる予定だったのが新木場まで出って戻ってきたっていうのがありますだからさで気がつかないでそういうの結構あるんだよ都電は起こしてくれますけどね都電は <laughs> お客さん終点ですよ <laughs> って言って踊るんで身の回りずらっと寝てたらさ都電でさ ミノワ駅着いたらさ、あのー、お客さん終電ですよって言った, <laughs> っったら、って見つーって言って、ミノワまで来ちゃった <laughs> ってさ、どうしようこっからみたいなって。<laughs> まあそれは覚えはるんですけど、いや、この辺の中距離電車なんって多分寝てても起こしてくれないですよ、多分。あのー、本当車庫入れるところまで寝てたら、すいません、お客さん終電ですよて誰もか知りませんけど。うん、あと、中央線の終電の高尾とかね。 高尾でお客さんも終点高尾ですよ。早く起きて起きて。<laughs> って、って、地獄になるってね。まあ、それはあると思いますけど。 いやっぱこれ終点で、こっからもうないですよ。折り返しも何もないですよ。終点です。ここで終点。今日は営業終わりですよ。駅閉めますよ。って言ったけど、初めて起こされるっていうのが駅です。電車の車掌さんですから。うん。いや、昔は起こしてたんだけどな。で、昔は人員がいっぺいたから、今そんな人員いませんから、そこまで手が回らないのでありまして、まあそういう形でございます。うん。じゃあ我々どうしろっていうんですかって、どうしてもできません。 だって寝てる人なんて死んでるかどうか生きてるのか寝て、寝てるのか、たぬき寝入れしてるのか、下向いてつまがいじくり回してるのか、死んでるのかって、って外見からちょっと発見、わ、はい、からないんですか。しかもこの時は多分おそらく5月11日だから、 多分スーツとかは長袖とと思うんだよ多分着てたのがスーツとかジャケット着てたからもうもっと分かんないですよこれで。で,で,で肌の腰とかないんだから。これ今みたいに T シャツとか半袖 T シャツでこれパコって寝てたらあの人なんか腕白くねとかなんかあの人,異常あの人前の年異常に腕白いんだけどあれ何みたいなあ急にカサカサになってんだけどあれ何あれあれももしかしてとかってなるかもしれないけど。 この時やっぱり5月11日の長袖来てたと思うからこれはそういうこと分からなかったと思いますよ。うん、こういうのがいろいろ重なって、あのー、こういうことったまに起きるんですよ。だからいろんなものが重なってこれ,っこれやっぱ不幸のかす不幸の偶然の重ね重ねなんですよ。やっぱこれって発見出されなかったっていうのはね。 あって、ね、でもねうちのう小山に遊びに行くって言って奥さんがね小山の友達のところにい昼ごろ電話してるんだよねで,でまだ来てないんだけどってなってえじゃあどこかで倒れてるんじゃないですかって話になっていや倒れてんだったらどこかから病院から電話来るでしょうみたいなや,や,やり取りあったらしいんだよまさか電車の中で死んでると思わない亡くなってると思わ,思わないからやっぱり意外なことなんですよだから身内の人だって考えもつかないことなんだから乗ってる本人の乗,車乗客の皆さんだってゃあ さんだってそこまで想定はしてませんからそれ攻責めようがないですやっぱりそれは JR さんはやっぱ責めろは責めろのようにかわいそうですよそれはだからだからこれは今回不幸なことだったで対策をどうしますかって言っても対策取りようがないのでないのですやっぱりこういうものに関してはうんだからあのどうしようもね事故だったなと思いますでこの方に関しては本当にあのまあお悔や申し上げますといつか言いがないです えー、電車の中で亡くなるなんてのは本当にあの悲しいことでございますけどもまあうんまあねまあしょうがないよねこれははい <laughs> うん皆さんも気をつけましょう、はい、体には気をつけましょうはい以上です